カタルーニャの農夫の塔は、ジョアン・ミロが1924年から1925年の間に油彩と鉛筆で制作した当時の画風を象徴する一連の絵画。この連作が始まった年は、アンドレ・ブルトンがシュルレアリスム宣言を発表した年でもある。この連作の一部はパリで制作された。ミロにとって農夫とは、 伝園の知恵の象徴であり、カタルーニャ人としての彼のアイデンティティの反映でもあった。ミロ美術館は、この連作の終作をいくつか所蔵している。この作品から読み取れるのは、ミロが、その活動歴を通じて、故郷との結びつきを保ち続けたということである。ミロは、リベラ政権によって、カタルーニャ語が禁じられたことに反発してこの作品を、制作した。またミロは、 バッシュカムの田園生活にも影響を受けていた。ミロはこの連作においてカタルーニャの風景などで始めた画法をさらに発展させている。この連作の並びは同じモチーフを次第に単純化させていった過程であると何度か指摘されている。一方クリストファー・グリーンはこれらはただまっすぐに単純化へ向かったのではなく、 ミロの内政によるジレンマが画面に現れたのだと述べている。カタルーニャのトレストゥームズ祭りでバラティーナ棒を被り馬を引く男たち。これらの作品はカタルーニャの農夫の姿を構成して表現した点で共通する。そこには三角形の頭部、あごひげ、赤い帽子といったシンボルが繰り返し現れ、それらが一人の棒状の人物に添えられている。この油彩の連作において、 くすんだ青や木の背景の上に一人の農夫の姿が描かれた。マルギット・ローウェルによると、ミロは作品の意図をこう述べている。私が逃避した先には絶対的なものがあった。私は描いた斑点が虚空の発する磁場への入り口となることを望んだ。私は虚空、完全なる空虚にとても惹かれた。光沢を出した単色の背景の上にそれを描き、 画面上部の戦場の表現は、私の夢の進行を表している。ジョアン・ミロ連作の最初となる。この作品は1924年に描かれ、現在はワシントンのナショナルギャラリーに所蔵されている。これは、同美術館のコレクターズコミッティによって取得された。この作品は、ジョーン・ミロ、テテデペーザン・カタラン、1924と署名されている。展示これは、個人であり、 連作のうちで最も知られていない作品だが何度か公に展示されたことがある。ここに描かれる頭部はカタルーニャの風景で描かれたカリュドの頭部の拡大にも見え、水平線の両端に置かれた目などの構成がロボット的な印象を与える。農夫は大きなパイプを加えている。展示この作品にはミロが1920年代の初めにフランスを訪れ、 シュルレアリストやダダイストたちと交流するようになってから使い始めた画面構成の手法が見られる。ミロは彼独自の画風を体得し始めていた。この作品では濃い青を背景とし赤い帽子をかぶった農夫の体が描かれている。エディンバラにあるこの作品は4点ある連作のうちの3番目に当たる。これは カタルーニャ人としてのアイデンティティを確かめるミロの自画像と解釈することも可能である。これが制作された1925年はミロがキュビズムから次第に距離を置き始めた時期にあたる。これはかつてはローランド・ペン・ローズの個人コレクションだったが、1999年にアートファンドとテイト・ギャラリーの協力でスコットランド国立美術館が取得し、現在もそこに所蔵されている。 この作品は、ストックホルム近代美術館に所蔵されている。これは1989年にジェラルド・ボニーヤからの遺産として登録番号マム445で収められた。さらにそれ以前は、ジャック・ビット、ゴルリー・ピエール、プライベート・サムリング、マルセル・マビア、スベェンスック、フラック・コント・ギャロリットが所有していた。この作品は、連作の他のものよりもやや濃い青が使われている。 農夫の目は画面左端にわずかに残るだけで、もはやこの画面から人の頭部をイメージすることはできない。広々とした青を背景として、黒い十字の上に一組の白、黒の星、そして赤く小さなバラティーナが漂う。この作品は西洋で初めて国を描いた絵画であろう。ありがとうございます。